こんばんは。今日はね、今9時、10時前かも、なんだかんだで9時55分ですね。もう寝ます。まあ21時55分、もうずっと睡眠不足だったんでね、今日眠ってしゃあなくて、昨日の YouTube 配信では時間が足りなすぎる言うて、嘆いていたけど、今日は正直ずっと昼寝してたし、眠って眠って、で今も眠って眠って仕方がないんで、もう睡眠薬飲んで寝ます。ただまあその代わり早寝た分早起きるかもしれないんで、夜中、ゲームの配信するかもしれません。でももうとりあえず今日はもう寝る体制に入ります。これを飲みます。日頃ずっとね、もう睡眠不足やったんでね、それがちょっと疲れに出てきて、もう眠うて仕方がないんでね。で、いろいろちょっと考えることもあってね、まあ、真面目な話をすれば人生について、まあ、昨日もゲームのソフト購入紹介して自分のアフさ加減が分かったけど、まあちょっと人生について考えることがいろいろあり、ちょっとね、もう疲れたんで寝ます。今日はね、訪問看護さんが来てくれた日だったんですよ。3時から来てくれてね、訪問看護さんが、非常に助かってます。週3回ね、週3回訪問看護さんが来てくれるんですよ。非常に助かります。ゲームの配信したいんですけどね、そのエネルギーがないんですよ。もう今日は集中力がまず持たない。眠って、眠たくてね、集中力が持たない。まあ、やりたい企画はたくさんあるんですけどね、なかなか追っつかない状態なんですけど、マジで。
今日は8月21日ですね。もう盆も過ぎたし、もう、まあ、残暑まだ厳しいんでね、皆さん気をつけてくださいね。それではバイバイみんな、またね。まあこの時間に寝たら夜中目が覚めると思うんで、またその時はゲームを配信します。じゃあね、バイバイ。今は集中力がない、眠って仕方がない。じゃあね。バイバイ。